今回初めてナンバーアンダーラインアイのライブに参加したファンが混雑した会場で迷いながらも将軍のパフォーマンスに感動し彼の実在を実感したという体験談は多くのファンに共感を呼びましたナンバーアンダーラインアイの有明アリーナ公演はファンにとって忘れられない体験となりました多くのファンが何度も足を運びチケットの入手に奔走しました彼らの熱意と努力は驚くべきものでしたが その背後には深い感情と複雑な思いが渦巻いていました。この公演に参加できたファンとできなかったファンとの間に生まれるギャップや高額転売問題、そしてチケットの投落に対する不満が SNS 上で多くの議論を呼びました。これらの問題はファンの純粋な気持ちに影を落とす一方でアーティストへの愛情と支持の強さを改めて感じさせるものでした。あるファンは ライブに参加できることを喜びながらも、SNS 上で本人の言葉で聞きたかったという声を目にし、複雑な気持ちを抱いていました。彼女は公式の情報を直接見ていたため、ライブ会場で直接アーティストの言葉を聞くことができた人々と感情が分かれることを感じました。これは、ファン同士の情報共有と感じ方の違いが浮き彫りになる瞬間でした。ライブに参加できなかったファンにとって、 DVD の発売は大きな救いとなりますが、実際にライブに参加したファンと同じ感動を共有できるかは別問題です。また、あるファンは、今度のツアー公演も当たる気がしないと嘆き、複数公演に通うファンや複数の FC 名義を持つファンに対して憤りを感じていました。これは、チケットの不公平な分配や転売問題に対する深い不満を反映しています。 彼女はこれまで他の音楽イベントで多くのチケットを取得してきましたが、ナンバーアンダーラインアイのチケット販売システムには特に失望していました。高額転売がまかり通り、違法行為が横行する中で、純粋なファンが適正な価格でライブを楽しむことが難しくなっています。このような状況では、どんなに可愛く着飾っても、アーティストからは同じようにしか見えないのではないかという虚しさを感じることも少なくありません。 有明アリーナのライブは、ファンにとって特別な意味を持つものでした。あるファンは、ライブ参戦時に翔くんが見せた筋肉に感動し、いやらしさなんてみじんもありませんでしたと語り、他のファンが誤解していることを嘆いていました。翔くんのパフォーマンスは、芸術性のあるダンスパフォーマンスとして高く評価されるべきであり、妄想だけでその進化を見失うことのないようにと訴えました。有明アリーナでのライブは、 ファンにとって夢のような体験であり、その一瞬一瞬が宝物となりました。あるファンはライブ参戦しましたが、女性ダンサーのところ誤解しているようです。翔くんの着替えは背中を見せただけ。立派な筋肉疲労。いやらしさなんて微塵もありませんでしたと述べ、他のファンが誤解していることを正そうとしました。彼女はライブの本質を見失わないようにと願っています。 あるファンは、ライブ初参戦のぼっちとして、会場までのバスが満員で乗れずタクシーを捕まえたり、入場した階が1階ではなく2階で右往左往したりと、混乱しながらもライブを楽しむ姿を描きました。彼女は、この当選で今年の運を使い果たした気がすると言い,い、これからも安全に過ごそうと決意していました。また、あるファンは、 ライブ中に翔くんが AI ではなく実在する人物であることをこの目で確かめられたことに感動し、感謝の気持ちを述べました。彼女は、有明ライブに行けて本当に良かったです、と語り、ライブの一体感と興奮を共有しました。さらに、あるファンは、有明アリーナライブ無事に完走できてよかったね、と感謝の気持ちを表し、DVD の発売を楽しみにしています。彼女は、 DVD が発売されれば、絶対に買うねと述べ、ライブの感動を再び味わいたいと願っています。ライブ参戦の喜びや感動を共有する一方で、ファン同士の情報共有や誤解の解消も重要なテーマとなりました。ライブの本質を見失わず、純粋な気持ちで楽しむことが求められています。このように、n o ア i の有明アリーナ公演は、ファンにとって忘れられない体験となりました。 彼らのパフォーマンスは芸術性と感動を兼ね備えたものであり、ファンはその一瞬一瞬を大切にしています。今後もナンバーアンダーライン愛の活躍に期待し、応援を続けていくことでしょう。さて、次のツアーではどのような驚きと感動が待っているのでしょうか。ファンは再びチケットの争奪戦に挑み、アーティストとの絆を深める機会を待ち望んでいます。このライブがもたらす感動と一体感は、 ここれからもファンの心に残り続けることでしょう。それにしても、チケットの不公平な分配や高額転売問題は、依然として大きな課題です。ファンの純粋な気持ちを守り、公正なチケット販売システムを構築することが求められています。これにより、より多くのファンが適正な価格でライブを楽しむことができ、アーティストとの絆をさらに深めることができるでしょう。ファンとアーティストの絆は、 ライブの一瞬一瞬に込められた感動とともに永遠に続いていくことでしょう次のライブで再び感動と興奮を味わえる日を楽しみにしながらファンはその時を待ちわびていますこの感動を次の世代にも伝えより多くの人々がライブの魅力を感じることができるようファン同士の絆も深めていくことが大切ですライブの一体感と興奮を再び味わいたいと願うファンの気持ちは ナンバーアンダーラインアイのメンバーにも届いていることでしょう彼らのパフォーマンスはファンにとって何よりも特別なものでありその一瞬一瞬が宝物となっていますこれからもナンバーアンダーラインアイの活躍に期待し応援を続けていくことでファンとアーティストの絆はさらに強固なものとなるでしょう次のツアーがどのような驚きと感動をもたらすのかファンは期待とともにその日を待ちわびています このライブがもたらす感動と一体感は、これからもファンの心に深く刻まれ続けることでしょう。そして、その感動を次の世代にも伝え、多くの人々がライブの魅力を感じることができるよう、ファン同士の絆も一層深めていくことが求められています。このように、ナンバーアンダーラインアイの有明アリーナ公演は、ファンにとって忘れられない体験となりました。 彼らのパフォーマンスは芸術性と感動を兼ね備えたものであり、ファンはその一瞬一瞬を大切にしています。今後もナンバーアンダーライン愛の活躍に期待し、応援を続けていくことでしょう。次のツアーでは、さらに多くのファンが公正にチケットを手に入れ、ライブに参加できることを願います。特に、初めてライブに参戦するファンにとって、その一瞬一瞬は生涯忘れられない思い出となるでしょう。 例えば、今回初めてナンバーアンダーラインアイのライブに参加したファンが、混雑した会場で迷いながらも翔くんのパフォーマンスに感動し、彼の実在を実感したという体験談は、多くのファンに共感を呼びました。有明アリーナのライブでは、翔くんのダンスパフォーマンスが特に注目されました。彼の筋肉の見せ方や、女性ダンサーとのパフォーマンスに対して様々な意見が飛び交いましたが、あるファンは、 いやらしさなんてみじんもありませんでしたと強調しました。このファンは、将君のパフォーマンスが持つ芸術性を高く評価し、その本質を見失わないように訴えました。これは、ライブパフォーマンスの多様な解釈がいかに重要であるかを示す一例です。また、SNS 上での議論も興味深いものでした。ライブ会場で直接アーティストの言葉を聞けたファンと、 SNS をを通じて情情報を得たファンの間で感情が分かれるこ,とがありましたこれは、情報の伝達方法とその影響について考えさせられる瞬間でした。例えば、あるファンが、本人の言葉で聞きたかったという声を上げた一方で、別のファンは、公式で見たので満足しています、と述べました。このような意見の相違は、ライブ体験の多様性とその受け取り方の違いを如実に表しています。